今日はスペシャルゲストの方にお越しいただきました。元 JRA 調教師の橋田満さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はお会いできて光栄です。先生、調教師引退して約2ヶ月ぐらい経ちましたが、はい、まあ、もちろんその時の仕事のもう時間とか違うと思います。今はどういう1日を過ごされてますか？忙しくなんか残務処理であるとか、はい、いろんなことをしてるんですけど、はい、ただ管理簿を皆さん次の調教師さんにお預けしたじゃないですか。あ、そうですね、はいはい、そうするとなんか気持ちの上ですごく解放感があります。あ、やはりそこはやっぱりもうすっきりする。そうなんですね、うん、ちょっと肩の荷が下りるみたいな感じもあるんでしょうか。そうですね、仕事はそのプライベートの部分では何か昔からやると何かやってることはありますか？趣味たくさんあるんですけど、はい、まあその中の今やってるのは木工やったり、あ、はい、DIY っていうやつですか、はい、いわゆる植木じったりそんなことしてます。実はですね、今日その先生に実際にお作りになられたものを今日お持ちいただきまして、このようにですね、これ実際にこう木で先生ご自身が作られた、そうですね、お皿でよろしいんでしょうか？はい、これは木の種類が違うんですか、ね。まずこちらはそれがね、ケヤキです。ケヤキ、はい、ちょっと深めの、はい、そうですね、コブのとこだからね、模様が綺麗でしょ。はい、あと先生、これも先生狙いですか、このちょっとひびという、はいはい、それもわざと残してあるんです。あ、自然のものなんですね。そうですね、こちらもですね、ちょっとお色味がまたちょっと黄色味が、これはね、皆さんね、あんまりね、ご存知ないと思うんですけど、はい、漆の木なんですよ。あ、漆、はい、なんですね、これ色を塗ってなくてね、はい、元からこの自然のままこの色なんです、漆の木って。裏側もですね、非常に綺麗でね、なんか本当にこう絵の具を使ったかのような鮮やかな色なんですね。はい、1個作るのにやっぱ1週間ぐらいかかるんですか？いやいや、1つ1日ぐらい、1日かかんないぐらい。あ、でも始めたら全然集中して、もうそうですね、2、3時間、はい、かけて。本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。記者、今日春の天皇賞を行われましたが、先生どのようにレース見てましたか？タイトルホルダーはちょっとなんか残念でか、はい、残念だったんですけど、うん、ジャスティン・パレスとルメールさんすごく上手に乗りましたね、今日、はい、理想的に乗ってなんか強い勝ち方をしたから、まあ、次の強い馬が出てきたということで、うん、まあ、競馬にとってすごくいい材料だと思いますね、はい、またね、勝ち、またいろんなライバルとこう戦っていく姿が楽しみになりますね。そうですね、はいはい、さあ、そして天皇賞といえば先生管理した鈴鹿マンボという馬、あの時先生確か2頭出しでアドマヤグループも出してましたね。そうですね、アドマヤグループと、はい、2頭でした、はい、で人気薄、確か13万人気鈴鹿マンボウが勝ったと思うんですが、あの時のエピソードを聞かせてほしい。あの時安藤克美さんでしたね。そうですね、はい、はあの時ね、安藤さんすごくこうちょっとスランプに陥ってまして、それまで、はい、で全然勝ってなかったんですよ、はい、ところがね、あの天皇賞の前の週から勝ち出したんですよ、うん、それで天皇賞の当日はね、もうここまでに3つも勝ってたんです。一気にじゃそのここに向けて上げてきたという、はい、一気になんかね、もう合わせて上げてもらったみたいに、はい、それで最高潮の時で最高の乗り方をしてくれましたね。なんかずっと家で溜めてなんか我慢してた印象があるんですけど、鈴鹿マンボウってね、 2000m でも行きたがってかかる馬なんですよ。ところが3200でこの乗り方をできるなんて、なかなか初め想像できなかったですね。確かに、でも安藤さんがよくね、忘れられないレースでベストレースはこのレース上げてますよ。ああ、はい、そう、私会心のレースだったと。私もなんかもう最高の、こんな騎手ってこんなに素晴らしい乗り方をできるっていうのは、まあ、そうたくさんあるもんじゃないなと思いました。帰ってきてなんて声かけますか？いや、すごくよく乗ってくれたって話で。そうですよね、最高だって、はい、最高だった。先生、実はもしもし東ですって語られた調教師の方とお電話するのが、先生とは2度ほど実はお話しさせていただいてて、初めて出ていただいたのが七夕賞でメドラークっていう、これ単勝が1万80円、11番人気、この時指名して、もうこれ以上ないんですけどね。これメドラークに本命打つの勇気入れますね。素晴らしかったです。本当にすごかった、この時お話してて、それも、もう展開もババもね、はい、すごくこうマッチングしたというか、
あの乗り役も本当に最高にこの馬の能力を引き出してくれましたね。はい、そして今日会場トネさんが実は先生とちょっと関係があるというか。そうですね、まあ、記者になってからはあの美穂中心なので、あの直接橋田先生に取材したことないんですけど、今日お会いできるのすごい楽しみにしてました。と、うん、いうのも僕あの育成牧場に働いていた時にあの橋田厩舎の馬を乗せてもらっていて、あの中でもこうアドマイヤベガ産駒のサザンギャラクシーという馬、この調教デビュー前もあのデビューした後も実は乗ったりしていました。 ありがとうございましたこちらのですね、吉田和美さんの馬でね、あのアドマイヤベガだけどこれあの外国産馬だったんですよ。南半球産で、はい、ニュージーランド産で、そうなんです、ね、すごい乗り味も良かったし、もうすごいいい子だなと思ってました。最高のまたじゃあ今日どうぞお会いできて感動してます。これ感動ですね、はい、ありがとうございました。その説はありがとうございました。あのこれいつもやっぱり成績を言ったり生放送なんで時間あっという間に過ぎちゃうんで、できるだけ ね、いろいろお聞きしたいと思うんで、はい、最後まで今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、ではさくらプロフィールをご紹介しましょうか、はい、そうですね、はい、あの皆さんご存知かと思いますが、改めまして橋田先生のプロフィールをご紹介させていただきます。元 JRA 調教師橋田満さんは1952年橋田俊三元調教師のご長男として誕生されます。東海大学海洋学部を卒業後に馬の世界に入ります。1983年30歳で調教師免許を取得、2年後に厩舎を開業。1990年パッシングショットでの G1 制覇を皮切りに、サイレンス鈴鹿、アドマイヤベガ、ディアドラなど多くの名馬を育て、今年の2月定年で調教師を引退されました。あの先生、お父様が橋田俊三調教師で、タイテーム育った名伯楽でした。どういうお父様でしたか。あの父はですね、はい、あのこう当時あの私たちの家庭にはみんなあのこう騎手候補者とか騎手をこうあの一緒に住んでたんですね、生活を、はいはい、であの彼らにとっては、まあ、あの家族みたいなもんなんですけど、はい、その師匠じゃないですか父は、はい、それで私は子供って立場なんですけど、その辺が入り混じった感じで、なかなかこう一般家庭の父親と子供というような関係になかなかいかないんですよね、はい、距離感は、はい、父の立場として仕方がなかったと思います、はい、ですから私にとったらすごくなんか厳格な父でしたね。で先生、あの一直線にやはり馬の世界には行かず、大学進学されて、そこで海洋学部ということを学ばれ、勉強されましたが、これ海洋学部はもう興味あられたんですか。魚が好きだからそれに行ったんです。はい、まあ、小さい頃から馬と一緒にずっと暮らしてたじゃないですか、はい、それで、まあ、あの生き物っていうものに、まあ、あのずっとあのこう興味がありましたからね、はい、で、まあ、魚が好きだから、あの獣医さんはダメなんですよ、あの血を見て切ることができないので、全然、はい、だから生き物っていうのはある意味必ず繁殖する力があるというか。そうですね、はい、あの動物は、まあ、あの植物もそうなんですけど、はい、まあ、あの動物っていうのは、まあ、次の世代次の世代を残すっていうのが、まあ、あのその使命ですから、はい、全ての生き物がそういうこと活動してると思います。そして開業されてから競馬ファンなら誰もが知る多くの名馬育てられたと思うんですが、あの先生の厩舎は他の厩舎と比べるとやっぱ少数精鋭という印象があったんですが、ここは先生の中でどのような理由があって。あの当時の馬主さんに、まあ、いい馬を預けていただいたっていうことが一つですけれども、はい、あの自分の手元に長く置いてじっくりやりたいっていうのがあって、はい、頭数はすごく制限してたんですね。こちら高松宮記念のね、やっぱりこう多くもちろん管理馬を扱うともできるが、その分やっぱり一頭に思い入れ、能力、手間かけられなくなるっていう部分、そこをやっぱかけたいという。そうですね、まあ、あのどうしてもたくさんになると厩舎にいてる時間が短くなるじゃないですか、はい、であの私の厩舎はちょっとその厩舎でいてる時間が長かったですから、どの馬も。そしてやはり血統、はい、先生が最初からやはり作った馬、うん、これが勝つという馬、もちろんそれ以外の管理馬もいたと思いますが、そこへの喜び、先生こだわり、どのようなものがあったんでしょうか。そうですね、はい、あの
こういつもお話するんですけど、はい、まあ、ダービーを勝つ時の最短コースって言ったらダービー当日にダービーの本命馬を買うことだっていうんですよ、はい、で遠くなれば遠くなる、例えば、まあ、2歳で買う1歳で買う、はい、それを遡って、ね、配合から決めていくとなると、まあ、確率的にすごくこの低いことなんですけど、ただあの自分たちがこう未来に絵を描くわけじゃないですか、馬の。それでその絵が実現できた時っていうのは、あの難しいことをやればやるほど面白くなってくると思います。確かにセレクトで買うよりもそこ1から0から 100% っていう成功する確率ってないですからね、はい、たくさんのヨーロッパのオーナーの方も、はい、まあ、馬の CEOをやられて、まあ、生産に入っていかれるっていうのはそういうことだと思います。ありがとうございます。さあではここからはですね、橋田先生の育てた名馬のお話詳しく伺っていこうと思います。まずはこちらの馬からです。橋田さんが管理した馬で最もインパクトを残したのは伝説の逃げ馬サイレンス鈴鹿だろう。16戦9勝、そのうち G1 は1勝、戦績だけではわからないが、レースぶりを見ればその凄さは一目瞭然だ。2着馬に1秒8の大差をつけた金胡椒、ミッドナイトベッド2番手に先頭今降臨、サイレンス鈴鹿圧勝、10馬身近いリードがありました。歴史的な名馬エルコンドルパサー、グラスワンダーを相手にしなかった毎日王冠、サイレンス鈴鹿今年6連勝ゴール、無敵の快進撃、今年6連勝を飾りました。最強最速、まさに競馬ファンの夢が詰まったサラブレッドだった。個人的に本当出走決まるワクワクしてものすごく楽しみにレースを見ていましたが、先日ジャックドールが逃げ切りで大阪へ勝ったりすると、やっぱり令和のサイレンス鈴鹿とか、先生やっぱ25年以上経ってそこを名前が出てくるって本当の名馬かと思うんですが、先生どのように捉えてますか。皆さんのこの印象にそうして残していただけることはものすごくありがたいことだと思います、はい。サイレンス鈴鹿の競馬って、いつもお話しするんですけど、はい、見せる競馬をした馬だと思うんですよ、うん、ですから皆さんの印象にすごく残ってるんじゃないかなと思いますね。そして血統で言いますと、お母さんのこのワキアという馬が、これは先生購入に携わったということですね。そうですね、はい、稲原牧場さんに、まあ、依頼を受けましてですね、はい、まあ、アメリカの、他の馬を買いに行くときに、繁殖を選んでくれないかという形で、まあ、向こうで選定してお勧めした馬です。まだだから売りだ競走馬時代に売りに出されたんですよね。そうですね、現役の競走馬で、はい、まあ、膝が骨折してたんです。あ、そうだったんですか、はいはい、そこで選ばれたということですが、お父さんミスワキでしたっけ。ミスワキです、はい、やはりそこら辺の血統のいろいろ勝ち馬を出してたところでこの馬を選ばれたんですか。そうですね、ミスワキ馬となってはこのアーバーシーなんかが出てすごく有名になってるんですけど、はい、まあ、当時から注目してた馬ですね。それで、まあ、代々アメリカ血脈が入ってましたもんで、はい、まあ、アメリカのスピード血脈が日本の競馬に合うかなと思ってましたから進めましたね。で最初が牝馬で2番子として生まれたのがこのサイレンス鈴鹿で、そうですね、いかがでしたか、これ稲原さん牧場のリアクションを含生まれた時含め、先生が初めて見た時含め、小さな馬だったんですけどすっごく俊敏な馬で、まあ、じっとしないんですね。もう本当にこう鹿が跳ねるようにこう動きをしてまして、はい、そこで、まあ、小馬になっての6連勝っていうのが、香港で豊さんがそこから乗って、そこからずっと継続騎乗になったんですが、あれ豊さんどういう依頼出会いがあって、あれは武さんは、うん、
あの武君は、まあ、当時他の馬の依頼で、はい、まあ、香港に行く予定だったんですけど、はい、武君が前からあのサネスーカのことを気にかけてくれてて、まあ、よく話が時々出てたもんで、はい、まあ、今回乗ってくれるかいって話で、はい、まあ、あの喜んで乗せてもらいますっていう話 で、はい、でこれ金光賞出てるんですが、まあ、大差勝ちということで、この前後ですけどね、豊さんが先生 2000m を前半58秒で走って後半58秒で走ったらすごいだろ、うん、これが多分で僕リップサービスじゃなく橋田先生、武田含め、まあ、このぴったり走れるとは限らない、これぐらいの可能性があって馬なんですか。そうですね、まあ、あの私、まあ、当時からこの、あの配合の、うん、このアドバイスを馬主さんにしてまして、はい、その時に自分たちがつけたい理想の種馬が何かっていうと、まあ、2000メートルまでを、まあ、戦力のスピードでそのまま走れちゃう馬がいてれば、まあ、これが最高だなと思ってその夢をサイレンスズカに託したんですね。ということでいろいろ戦ってきた中でそこで府中の2000、ここで勝つことで証明するという思いになられたんですね。そうですね、うん、集大成が国内でそれでしたね、はい。そしてですね、そのサイレンススズカについて視聴者の方からもですね、たくさん質問をいただいていますのでご紹介していきましょう。まずはアイネスさんからいただきました。エルコンドルパサー、グラスワンダーを相手に影をも踏ませぬ逃げ切りを決めた毎日王冠を現地で見られたのは私の宝物です。当時の裏話があればお聞きしたいですというふうに先生いただきました。どうですか、毎日王冠レース当日、まあ、その前後でもいいですが、何かこうサイレンススズカで。そうですね、うん、まあ、あの当時はあのどっちかというと自分たちはこう挑戦する側じゃなくて受ける側になってたじゃないですか、はいはい、それでそれまでの2つのレースっていうのが、まあ、すごくあのお客さんに見せる競馬といいますか、あの競馬のこのすごさっていうのをあの見ていただける競馬ができてたもんで、まあ、今回も、まあ、相手は強い馬なんですけど、まあ、あの負けられないなと思ってましたね。これあの繰り毛じゃないですか、はい、サンデーは青影で脇は影で、このなんかすっごく小金に輝いてる先生は、肌触りってどういう感じだったのサイズですか、うん、肌触りね、ビロード触ってるみたいですよ、はい、まずなんか毛は一歩一歩細めなんですか。そうですね、あの毛はあの皮膚の一部だから、はい、で皮膚から出てるもんで皮膚の薄いまま毛が細いんですよ。だから牧場の薄い皮膚してたもんで、牧場の毛が生えてます。毛づやがトレさん、なんかもう半端なく綺麗っていう印象ありますよね。金色に輝いてます。金ね、そうですね、本当に輝いてるっていうね。いやすごい、東さんが毛の話まで行きました。続いてはっちゃんさんからいただきました。うん、サイレンススズカの左に回る旋回壁はどういう状況の時に出たのでしょうかと。これはまあ牧場の頃からこういう癖があったんでしょうが、先生今出た毎日王冠のなんか前日にかなりなんか馬房で回ってるっていうお話聞いたんですか。そうなんですよ、まああのまあ、どういう時に回るのかって緊張すると回るんですね。それで毎日王冠の時はやっぱりあのこうそういう相手とそういう競馬をしなきゃいけないというところで、まあ、私たちの仕上げも結構あのきつい仕上げをしていってましたから、はい、でこうサイレンススズカもあの前日に厩舎の中で 回って止まらなくなっちゃったんですよ。あ、もうそれぐらいも高速で、はい、もう全然止まらないんですよ、はい、先生それで駆けつけられたんですね、はい、で私行った時にはね、もう全身汗かいてましてね、もうあのレースのが終わった後と一緒ぐらい汗びっしょりの状態、でこれ明日競馬だからなと思って、はい、前日ですよね、はい、でまあ、担当の鴨さんと言って表出してちょっと運動しようって言って、はい、表出して運動して、それで洗い場でみんながそばにいてやるとやっと落ち着いて回らなくなって、でやっとそこで休んでくれたんです。かなりの低鉄、あの減りも早かったんですか。もう回り出したらすぐですよ、減るの、もうどんどん減ってちゃう、はい、やっぱこうやっぱ動いてずっとね、はい、であの土のままだともうあの足が置くところに穴が開いちゃって、それぐらいの、はい、ただやはりあの天皇賞ね、はい、秋ではね残念天国へ行ったんですが、ただ最近先生、はい、あの馬娘の影響で若い方もサイレンススズカを知って、はい、当時の VTR やいろんなのを見てファンになってる方がいて、あのお墓が稲原さんの牧場の敷地内にすごく立派なお墓、こちら左に家があって、はい、あの右の黒いのがあの重症のね
成績書いてあるんですよ、ね、左があの昔の当番に焼いてもらった肖像画なんですけど、はいね、はい、写真なんです。下が芝で木があって、これなんか東屋もありましたよね。そうです ね、あのこうお参りしていただいた方がお休みできるような東屋が、稲原さんが作ったんです。あ、そうですか。そういう意味でやはりたくさんの方がこうやって来ていただけるのは、稲原さんも含め橋尾先生もやはり嬉しいですね。そうですね、まあ、これだけ時間が経ってもね、これだけたくさんの人に、はい、まあ、こう心の中にまあ残していただいて、そうですね、はい、ありがたいことです、はい。そしてもう一頭お伺いしたんですが、マイル G1 2勝のこのアドマイヤ孤児院という馬なんですが、この馬のお父さんの孤児院の種付け、こちらも先生が大きく関わったということですが、はいはい、まあ、あのアドマイマカディって馬は、まあ、あの小さい馬 であのすくみ気味で競馬はできなかったんですよ。デビューはできなかったんですね、お母さん、はい、はい、お母さん、はい、でまあ、おばあさんはあのイギリスの千切りに飼ってたんですよ、はいはい、それで、まあ、いい種をつけようという形で、まあ、普通に上がってくるのはサンデーサイレンスなんですけど、はい、当時、まあ、あのオーナーの近藤さんにお話して、サンデーサイレンスはもう近藤さんもたくさんお持ちでしたから他に、はい、それで面白くないじゃないって言って、その代金で、まあ、あの向こうに行って種付けして帰ってくるんだればそれ付けていいですかって言ったら、はい、サンデーの当時多分1500万ぐらいですよね。そうですね。いろいろ含め航空費含め、その単、もう差額で、はい、関税と輸送費と、はい、それで、まあ、あのアドマイマカディの生産者の、まあ、大気ファーム、はい、赤澤さんはそのヨーロッパにもアメリカにも牧場をお持ちでしたから、であの同じ大気ファームの中で預かっていただけるという形でアメリカに行って、で選んだのが孤児院ですね。こちらですね、今応答さん出てますね、孤児院。なかなか孤児院って僕ら当初ねそこまで日本の競馬で走ってなかったんでね、これはすごくインパクトあって皆さんここで孤児院の名前を、ね、知った方たくさんいると思いますね。お母さんですね、これが先ほど出ましたね、マカディですね、はい、マカディですね。孤児院はあの芝でよく走ってたんですね、はい、まあ、ダートの走ってる馬も G1 馬も出してたんですけど、で種付け料すごく安かったんですよ。安かった、はい、そして大活躍した孤児院という馬で名前知れたんです。これですね、安田記念は、ここまでいろいろ怪我とか骨折とかありながらも、そしてジョッキーが後藤騎手で勝ったっていう部分で、なんか人馬ともこう苦労して、まあ、馬も頑張って陣営の方も大切に頑張ってきた、全てここで集約されたレースだったと思うんですが、後藤さんが馬上で男泣きしてました。そうですね、もう泣いてましたね、この時ね。あと、まあ、個人自体もあの中央競馬であのボルトを入れたまま G1 を勝った初めての馬なんですよ。後藤君 もう初勝利で、はい、あのこういろんなことが叶ったレースでしたね。トネさん、アドマイヤ孤児院。そうですね、もうやはりあのアドマイヤという印象強いんですけど、アドマイヤの近藤のオーナーとはダービーも勝っていますけど、近藤オーナーに対してはどんな思いがあるのかぜひ聞いてみたいなと思っています。まあ、近藤オーナーはこう親分であのすごくあのこう大きいレースを勝ちたいっていう、はい、印象な、はい、あのアメリカの大統領でトランプさんをいるじゃないですか。あ、言いました。ちょっと似た感じの方でした。雰囲気がこのちょっとね、フレンド黄色で、そうですね、はい、こうやってね、いやもう本当橋田先生に聞きたいことちょっとつきませんが、うん、じゃあそれではですね、ここからはまた視聴者の皆さんから寄せられた橋田先生の質問をご紹介していきたいと思います。ではですね、まずは一つ目、グルーヴさんからいただきました。両家のお嬢様として可愛らしくて牝馬同士で強さを発揮したアドマイヤグルーヴが大好きです。そんな彼女とのエピソードがありましたらぜひとも教えていただきたいです、というふうに先生いただきました。すごい切れ味出す馬でしたか先生。そうですね、あ、まあ、あのすごくこうレースでも切れたんですけど、はい、頭もすぐ切れちゃう馬でして、あ、はい、そこですか、やはり、はい、なかなかあの、こう手こずる相手でしたよ、はい、先生扱ったいろいろ馬のやっぱりそこのなんか敏感性とかそういうところはトップクラスでしたか。そうですね、もうアドマイグルーヴとアドマイベガは特に難しかったですね。これあのただやっぱエアグルーヴのこれ血脈C入ってますよね。そうですね、はい、これやっぱり
子供がドラメンテですドラメンテですよね。だからタイトル今日ねちょっと残念ながら、はい、タイトルホルダーですとか、あリバティアランとかもだからこう繋がってるわけですよね。そういう意味ではエアグループのキャなんか血がねどんどん脈々と繋がってるっていうことになります。すごく柔らかいです。柔らかいですか。そこがじゃあ今のつながってそこに出てドラメンテに伝わって子供たちにも伝わってる、はい、まあ、ドラメンテが超えなくなって残念ですが、いやそういう意味ではやはりこの血糖値っていうのその柔らかさの部分っていうのはまたこうそうですね、はい、次のどれかでやっぱり伝わっていくと思いますし、はいはい、もう一個いきますか。では続いてジュンスロープさんからいただいたご質問もご紹介しますね、まだ競馬ビギナーなんですが予想するときに追い切りの映像を見ても調子の良し悪しがよく分かりません。どういう点に注意してみたらいいでしょうかという。これアドバイスどうですか、はい、馬ってこうその馬にとってどうかっていうことが大きいんですよね、はい、ですから他の馬と見比べて比べるっていうのは難しいところがあると思うんですけど、はい、で最近はレース当週はみんな少し軽め、はい、上がりだけの調教っていうんですけど我々はしまいだけ伸ばすという形の調教をするとすごくどの馬もどの馬もよく見えるじゃないですか、はい、よく見えます。ですから前の週の調教もご覧になったらいかがかなと思います。前の週も一周見て、うん、それと比べてみる、はい、週一週前比べるのはそこがあるんで、はい、それと前走時のビデオがあればそれをご覧になって、はい、前走時と今週と比べるという、うん、そこで、まあ、あまり変化がなければ、うん、まあ、保ってるということ で、 そうです、ね、よろしいですか、ね、はい、良くなってれば良くなってる、良くなってればよかった。逆にマイナスはちょっといかが考えてみようという感じになるということですね。なるほど、いかがでしたでしょうか。私も非常に勉強になりました。ありがとうございます。まだまだ行きましょうか。いやもうまだまだですね。実は先生にお答えいただきたい質問たくさんいただいてはいるんですが、はい、ちょっと時間が来てしまいまして、皆様本当にありがとうございます。そして先生もありがとうございました。